はい、こんにちは。じゃあこのできたマイボールで、はい、ちょっと投げてみたいと思います。1投目、投球練習なんですね。1球目フックボールパン決まって、うん、ストライク出したらスターか。これはスターですね。スターや、はい、いくね。はい、教えられた。左にやってゆっくりやって親指を最終的には十字の方向、はい、いきます。ゆっくりやる。なんかな、よいしょ。14ポンドめちゃくちゃ重い。うわ、むずっ。ちょっともう一回やってみます。はい、こう右にやって、え、こうでしたよ。え、こうじゃないんですよ。ここの時点のところではやっぱりこういう風にこう親指がこう向こうへ向くぐらいの感覚でイメージして、それより出てくる。で、鼻下に来たら親指がこう前向くわけですから、親指が前向けてくれたら親指から離しやすい。なるほどなるほど。うん、そうそう。おお、うん、力入れる。前指から抜ける感覚ありました。そうそうそう、はい、ゼロゼロ。すぐ上手になる。あ、本当ですか。筋はいい。注文入れます。あ、いいですか。もちろん、もちろん、もちろん。スパットってわかるよね。はい。あの少なく少なくてもあの右側から2つ目。はい。あれかあれより右側を狙ってます。へえ。もちろんそれに対してパス位置も。はい。パス位置がやっぱりとんでもないところだったって、あとヘッドピンに当てにくい。当てにくい。なるほど。今ぐらいの同じかぐらいのケースだったら、まあ。この辺、なるほどなるほど。右側から2つ目、はい、よりも右を投げてもらったら、はい、まあ、そこそこの状態でヘッドゲームに近くなった。ただ一つ行かない理由があります。はい、左に向かって歩いてる。歩いてるところも全部左に歩いてる。そうそう。だからそれがもっとまっすぐ歩けて、無意識や。で、まあ、たったこの5メートル以内のアプローチの中で、はい、左に歩けば、やっぱり18メートルある。はい、ピンまで、はい、カーブラインから18メートルのあるところをまっすぐ進まないように、はい、左に歩くから左に行っちゃってる、どっちかっていうとね。はあ、だからで、なおかつ、まあ、左に行っちゃえばガターに行くのが分かっちゃうから、なるほどなるほど。今度は親指を抜かなくなっちゃうから余計抜けなくなっちゃう。だからもっとまっすぐ立ってまっすぐ歩いて親指を前に。でそれができたらちょっとだけ親指を左に向けてくれたら走るみたいな。曲げましょう今日。俺、なんかすごい人に教えてもらった。そうですよね。すいません、ありがとうございます。いきます。はい、こういうのがだから結構その球離れという部分で難しいところなんですよ。カメラカメラ変わってるから。あ、難しいですね。難しいですね。あ、難しい。まあでもすごい、まああの離れてはいるけれど、うん、まあ結構抜けは悪いじゃん、ね、スムーズではないよね。あれなんでなんですか。いやだからやっぱりまだこの広さとか穴のきつさとか、はい、そういったものにまだ慣れてないし、はい、そういうイメージ的にそういうもんではなく、もっと球から抵抗なく離れるっていうことのイメージが先行して、そういうふうに離れるようになると、それだけで投げ方そのものがスムーズになるところがやっぱりね、球離れしないと投げ方もの涼しさも感じなくなっちゃうね。そうですね。まあ難しいけど、その辺です。しょうがない。なるほど。何回かやれば、だん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 もっとスムーズに離さなきゃいけないっていうことを、もっともっと親指を前に強調して、狙う前、親指を前に狙うスパットを親指の方で。はあ。いきます。おお。で、それはその離せたよね、今ね。はい、ああ、だからそういう形でな。すごいですね。俺のチャンネルですか。俺のチャンネル、いやすごい人やけど、はい、俺落ちてる。いやでも教え方が上手ですね。いやすごい、本当に今でもこういきました。そうですね、うん、なぜ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 考えて、え、日本グランプリなぜなぜしんどい。さっきいくらでもヒントを言ってきたよ。
だって親指はさっき、ね、12時の方向から10時方向に曲げれば左に曲がるそうだから編成、右に曲がったっていうことは親指は1時ぐらいに向いたんだよね。はい、反対だっていう。はい、そうですね。ちょっとやってみよう。前向けろ、前向けろって言っただけで、もっとまっすぐ、すぐに構えて。なんかおかしいよね。おかしいよね。おかしいよね。おかしいじゃん。おかしいところですな。おかしいところばかりです。ゲーの中でおかしくて。だけに拾ってんだよ。お前いつから1問入った？だから1問。あ、こうね。いきますよ。5割5割。おお。ね、最初の頃から考えたら今の球の話から。今の良かったですね。はい。スムーズでしょ。気持ちいいでしょ。あれのこれ。気持ちいい。ああいうふうにスムーズに話せることが投球動作の、ね、あ、すごい良かった、ね、マジっすか。今の良かったですね。いきます。シェッ、うまい、うまい。良かった。14ポンドでね。そうですね。感じてないよね。はい、全然14ポンド大丈夫です。全然重たくないです。という感じでいかがでしょうか。最高です。よろしいでしょうか。ぜひまたあの、はい、機会があったらオリビュー場とすれば歓迎いたします。はい、はい、僕をはじめ社長がちゃんと、はい、再開されるもうちょっと遊んでいいですか。どうぞあ、ありがとうございます。ちょっと僕は次の仕事が あの皆さんが押してきたんで僕がちょっと押されてるんで、すみません、ちょっと出かけますから。ありがとうございました。ありがとうございました。練習出していただきます。ありがとうございました。ちょっと怒ってましたね。マジで？はい。おじさん。確かに。2時間押したからな。いや、そうです。服で。はい。それ申し訳ないな。いや、でもすごいですね。え、どうですか？このマイボールは。はい。どうだ。もう一回ちょっと正直、うん、こんなんやったらほんまぶち殺されるかもしれんけど、はい、自分の感覚でやりたいから俺流でやってみて。あ、そうですね。ここで倒れない。悔しい。ここよな。ここやな。ここやねんな。ここで倒れない。一投目とか別にええねん。ここやねん。ここやな、うん、ここでストライク。これまっすぐやな。でも普段あんま言わんけどさ、はい、てか初めて言うけど、うん、ちょっとやらせしようか。ちょっともう一回ね、先の下り。はいはいはい、はい、いやあれやで、うん、ちょっとこんなこと言ったらぶち壊されるかもしれんけど、はい、自分の感覚でやりたい。自分の感覚でやりたい。あ、もう無視して。なんかちょっとうるさかった。自分でやってみる。あ、まあ、確かに俺流でいい。行ってみましょうか。もう俺の感覚でいくで。あ、ダメだ。ダメだ。面白くない。ダメだね。面白くないぜ。ないぜ。そもそもさ、フックボールなってへんやん。なってないですね。最悪。ちょっとゲームしてみようかな。あ、いいですね。ゲームするわ。はい、こんにちは。じゃあちょっとゲームします。目標。はい、まあ、私実はハイスコア、はい、210ぐらいなんです。あ、そうなんですか。実はね、マイボールじゃない、はい、マイボールと超えます、ハイスコア。うん、じゃあいきます。
いい。いい。危ない。ほんまどうしようか思った。危ない危ない。オッケーオッケー。スペア取って。スペア。こっからやね。こっからこっから。曲がりきってない感じしますね。全く曲がってないね。俺嘘教えられたっちゃうあの人に。いい。良かったですけどね。良かったよな、絶対、はい、見てスコアスプリットや。マッチの丸ついてるから、これ取ったらなんかもう金パスだよ。何やあの液晶お前、なんでこんな一番大事なとこ平成院で申すんか、あこなあ。こういうのないかな。はい、こんなんでもないと。言い方やばいな今。ゴーゴー。俺ちょっと力みすぎてたわ。確かに隣のおば様の緩い感じがいいアドバイスになると思う。はい。あ、いい。あ、いい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 。マニー。あ、いいっすね。ダメ。ダメだ。倒れへんようになってるわ。結構遅れたから嫌がらせされてる。これやっぱそれ節々に言ってきたもんね。そうですよね。もう限界やな正直。もう痛い、痛い。帰ってクリップ取りに行ってくるわリプレイだよ。というわけで、はい、スコア107点でした。はい、こんにちは。取れたかないんで爆食いします。じゃあ大食いしていきます。カレーとハンバーガー、いただきます。やっぱ飯やな。飯ですね。本当に普通本当に普通。
まい。ダイエットしててんけどな俺。そうですよね。でも盛り上がってなさすぎてちょっとこうするしかないな。ボウリングで飯って食ったことないかもですね。確かに。ね。食うてもフランクフルトとかな。あ、そうですよね。初めての映像かもな。ボウリング場で飯。確かに。あんまないよな。はい。ボーリング場で大食いっていう人はいないですよね。大食いします。これああ、結構ボリュームありますよ。それボリュームある。1100円ぐらいしますいただきます。こうかな。はい。うまい。うまい。ハンバーガー久しぶりに食うかな。で誰もいらんのでしょ。はい。なんで食おうやみんなで誘って。いや あんま馴染みないかなと思ってボーリング場で飯が。冒険せよお前。塩見君なんで飯いらんの。ここまで来たらいいかな。あ、ハローは減ってるの。はい。わかる。大丈夫です。お前らボウリング場の飯舐めてるやろ。はい。おい、舐めた。うまいけどな、普通に。あ、そうなんすか。家族で来たら楽しいからな。あー、確かに。飯食いながら。うまいけど気絶しそうやな。しんどいな。今日長かった元気。今日長かったっすね。もうなんか変な2時間ありましたよね。あ、いい。ガチ買いもや。そうですね。こんなんじゃなかったんけどな。東京に同期とかおらんの。あ、いますね。仲良いところ。まあ、エルフとか、9番街レトロの中村とかも仲いい。エルフっておもろいんやっけ。かわいいです。なんだちゃんとそういうやつ。いや、愛嬌があるんで好きです。はい。この辺のルーはもう冷めてたわ。なんかこっちから食うてたけど。そう。でも世話になってるから食うで。はい。興味が。あのさっきのさ先生、はい、めっちゃ有名だよ。重鎮だし。ボーリング界の重鎮やった。じゃあ見応えあるか。そうですね。熱血指導。はい。ここが押してるデザート変やな。なんやこれ。なあ。元気。お笑いやめて何年経つの。もう、3、4年経ってるんじゃないですか。はい。最近やな。まあそうですね。何しようか、今から。確かに。なんか、はい。
たいとことかないの？あ、行きたいとこ、そうですね、まあ海外どうですか？だから、はい、海外行ってみたいですね。海外行こうか。はい、海外どこ行きたい？海外、まああのリゾート地ですね、なんかハワイとか、はい、ああいうとこ行ってみたいですね。ハワイ行ったことないわ、俺も。ないですね。行ってみる？いや、行ってみましょう。何時間かかる？かかるって、ハワイ。結構かかると思いますね。ジョミもハワイとか行ったことある？はい。みんなで行く？行きましょう。でもそんぐらいせんとこうなりますから。はい、はい、なんですか？なんで？あ、いえいえ、なんか大型連休みたいなのあったんですか？お前それせんとこうなるでって言ったんか。俺聞き取れへんってなんて言ったんかなと思ったけど、こんな感じのこと言ったお前、この空気で。あ、すみません。お前何事？すみません。いや、だから仕事やもんな、これも。だから休みとかじゃなくて、はい、普通に行けるし、ハワイ3日ぐらいで。うん、何月いる？なんか8時間とかかる。おお、最初はちょっと近場の、そうですね、1時間ぐらいで行けるとこにしようか、韓国とか。うん、だからまあほんまに、ハワイロケ、まあ、海外ロケをかけてやけど、はい、まあ、この番組予算ないので、うん、基本俺の給料から天秤に、はい、で、まあ、人件費とか、はい、まあ、こういうのも払ってるわけやねんけど、まあ、そうやった、はい、払ってるから一発競馬して、ああ、買ったらその金で、あ、いいですね、まあ、3人、まあ、4人で海外行こうか。お、いいですか。競馬が協定が増やそうやん。あ、それいい、はい、だからまあ50ずつ出してもらって、え、なんで？お前とお前それで行こう、10万いけるから出せ。カレーフーディンや。カレーフーディンや、お前。オケ。あ、クワタカップがある。ほんまや。ほんまにボーリング好きなんやな、クワタさん。ねえ。あ、確かに、障害スポーツよな。ああ、確かに。年寄りの方もできる。年齢層高いですよね、今いる方も。誰も若いつくらいよ。まあまあ、はい、俺さ、はい、食うようなったくない？うん、確かに大阪でな、はい、遊んでた時こんな食わんかったよ。なんか寿司とか行ってもなんかシャリコマみたいなやってましたよね。えでっかいハンバーガーとカレー食うで全然。いや、見てないですね、もう。YouTube？ YouTube は見てますね。何見てんの？中田敦彦は見てますね、マジで。すいません。次。ま、あの、教養がある。どの回？ま、なんか、経済のやつもそうですし。はい。はい。なんか見てるやつとかあるんですか、 YouTube で。あ、宮迫のやつと、なんか宮迫のやつとか結構見てるで、ほんまに見てる。めちゃくちゃおもろい。あ、そうなんですか。あ、ほんまに、はい、一日の楽しみやねん。
更新されたら嬉しい。腹ちぎれるぐらい笑ってる。マスク。あれ、芸人全員でカラオケボックス集まって、でっかい画面で流したら、もう爆笑の渦へ。あれ、ほんま、めちゃくちゃおもろい。めっちゃおもろい。あ、そうですか。何しろこいつ。何でもこいつって、めっちゃおもろい。最高。大好きだから。あ、なるほど。全部の回ヤバすぎ。もうほんまにおもろい。CM 飛ばされてるから。あ、凄まじい。それもしゃあない。そうですよね。あ、まあまあ完食やな。完食っすね。この辺は後で食おうか。はい。ごめんよ。というわけで、デリシー。